皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。モデルプレス2024年6月26日。音が止まった色が変わった、この印象的なフレーズから始まる楽曲を SNS で耳にした人は多いのではないだろうか。6月26日現在、TikTok 総再生回数5億回を突破している5人組アーティストダイス、ダイスの楽曲、 アイ・ワンダーが国内にとどまらず k p o p 界でも流行している動画日本の人気男性アイドル完全オフ姿で貴重カバーダイスドラマ「くる恋」主題歌が TikTok でバズアイ・ワンダーは6月18日に最終回を迎えた t b s 系火曜ドラマ「くるり誰が私と恋をした?」の主題歌に起用された楽曲 メンバーの工藤大樹が作詞、花村颯太が作詞、作曲、振り付けを担当し、ポップにも切なくも聞こえるサウンドと自己発見をしていく主人公に重ねた歌詞で、ドラマを華やかに彩った。なんといっても印象的なのは、音が止まった色が変わったから始まる冒頭のフレーズだ。歌詞にマッチした、ブレーク、演奏を一時的に停止し、全く音が鳴らない箇所が多用され、 スイッチで止める動きや頬杖をつく仕草がその部分にはまったキャッチーな振り付けとなっている。手の振りだけでも可愛らしく覚えやすいと話題を呼び、TikTok などの SNS で真似するユーザーが多数。ウエスト、ウエスト、ヤーチーム、エン m e n t などの男性グループから AKB48、20、20などの女性アイドルまでダンスチャレンジが続々と投稿されていた。 ダイイス、アイワンダダー、ダンスチャレンジ k p o p 界にも進出その流行は国境を越え k p o p 界にも進出13人組ボーイズグループセブンティーン、セブンティーンの年長組であるエスカップスエスクプスジェオンガンジョンハンヨシュアジョシュアは3人で手振りをカバー笑顔で何度も見つめ合う可愛らしい表情を見せていた さらに、トゥモロー r o w x t o g e t h e r t o m o r r o w b t t x t のイェオンジュン、ヨンジュン、トソービン、スビン、ボイネクストドア、ボーイネクストドア、のタエさん、テさん、とウーンハック、ウナク、ザ・ボーイズ、ド・ボーイズ、の四分、四分、クラビティ、クラビティ、のハイエオンガン、ヒョンジュン、とジャングモ、ジョンモ、など、次々とダンスカバーにチャレンジ。エンハイペン、エンハイプン、 のスノーソヌはカメラに拳を向けたりハートマークしたりとアレンジを加えていたまた NCT ドリーム NCT ドリームのジサングチソンはダイスの花村和田荘とコラボその後 NCT ウィッシュ NCT ウィッシュのジャイ兵ジェヒリョウリョウサクヤサクヤも3人揃ってチャレンジを行っており NCT 内に浸透した様子 さらに、デビュー曲「マグネティック」で t i k t o k バズを生み出したイリット、アイリットも日本人メンバーであるイロハ、イロハ、トモカ、モカがダンスチャレンジし、国籍や性別を問わず幅広く人気を得ていることが証明された。第63回日本レコード大賞を受賞し、日本にダイスの名前を大きく知らしめた、シトラス2022、工藤が作詞・作曲し、1、 10の数字をちりばめたキャッチーさがバズを生んだスターマインに続き3度目のヒットといえる今回の「アイ・ワンダー」デビュー10周年を迎えますます世界中に j p o p を拡散させていく彼らから目が離せないどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう